あ、おはようございます。ゴッドファザーザ、えー。ありがとうございます。あの小芝居していただきまして、すごくやりやすくなってまいりました。あのー、こういうすごくこう練習というかですね。これを重ねていくというのがですね。あのー、非常に重要かなと思います。思いました。はいで、あとですね。やっぱりこうあのー、昨日もね。あのおっしゃってたようにですね。ゴッドファーザーおっしゃってたように。あのー？ メリットデメリットとか、まあ、株のその楽しいとことかですねえそういったものとかあと今日のお話の、えーまあ、銘柄によってこうどうだとか、えー、株で有名な人はこういう人かとかですねそういうちょっとテーマを決めて、えー、お話ししていくっていうことをですねちょっと練習していきたいなと思います、はい、多少ちょっとねあの話の,あの内容というかそういうのがちょっと変な感じでもどんどん取ってですね え続けていきたいなと思ってますはいありがとうございますえー、っとですねそうですね昨日ちょっと言い忘れちゃったんですけどもまたこれ話全然違うんですがえー、っと FN というのを電気の切り替えですね、えー、おっしゃってたんですけれどもちょっと僕も考えてましたので、えー、ちょっとご紹介をいただければ、えー、幸いかなと思っておりますので是非教えていただければと思いますこちらも合わせてですね えー、すいませんちょっとあのついでのお話をしちゃいましてはいということでですねえー、どんどん撮っていきたいなと思いますので今後ともよろしくお願いいたしますそれではゴッドファザー